第9実に家主の八右衛門も地受けの藤七も驚いており本人のお関仁太郎は面目ないからしばらく隠れている姿栄次郎も驚いたわずかの間にうちが亡くなって女房を取られてしまったしかし牛込の酒屋では彦兵衛さんが死んだことを知る前から 幸い預かった財布これをしょぼこに持って行って話しぼしてあげようと栄次郎は親切な男でございますから「大家さんわしはちょっと牛込の酒屋へ行ってきますからどうかその後でよろしくご相談を願います」「相談にも何にもどうもさやが1つで実が2つだから何を言ってるんだ」と栄次郎は「 そのまま出てまいりましたのは牛米神楽坂坂屋の店同じ駒物屋でも自分の縁より店も大きい二十七八歳になる女房邸の者が店におり小僧も二人いてなかなか繁盛な様子ごめんくださいましいらっしゃいまし何をあげますかいえ少々お話があって出ましてございます失礼ながらあなたは 後藤家のおかみさんでいらっしゃいますか。はい、さようでございます。私は彦兵衛の家内でございます。さようなら、ちょいっとお話をいたしたいことがございます。私は京橋五郎兵衛町にやはり小物賞をいたしております。しかしほんの小さい店で、中島や英次郎と申します。はい、さようでございますか。何か商売用で。いえ。 この品はご存知でございますか?と」と海中から出した財布びっくりしたのは彦兵衛の女房自分の着物の出切れで縫った財布しかも代わり線が一文ついているこれは手前の宿のでございますその儀についてお話というのは近々孝行こういうわけでございますと残る方なく話もなし 箱根の山中で泥棒にあって彦兵衛さんは病人になりほとに泥棒にあってひどい目にされて疲れておいでなさるご様子失礼ながら下着を一枚に「序盤は三尺」を差し上げましてその時に私の名前を書いてくれとおっしゃるから書いてあげたのが間違いになって「かようかよう」と話しぼするとびっくり驚いた。 彦兵衛の女房のお町が財布を顔に押し当てましてずっと泣き出したのは夫婦の情愛。ごもっともでございますがわしもその後京大坂へ仕入れに参りましてようよう今日立ち戻りましたところがうちにも大騒ぎが出退しておりまして私の留守中に亭主ができたのでございます。全く、 小田原で私が死んだことと思いまして埋葬もしてしまいましたので今のところでは宿なしのような姿でございますしかし私の方はどうでもようございますこちら様がご存知なく今に帰るかと彦兵衛さんの帰りを待っておいでなさるとお気の毒それゆえにお知らせに参りましたこの財布でもせめて彦兵衛さんの代わりに早おでも入れ 仮想でも出して仏事供養をなすったらよろしゅうございましょうまことにご親切にありがとう存じますそういうことと存じませぬで実は心当たりのところへ手紙を出そうと思いましたが宿がまことにそんなことが嫌いでございまして出先で間違いでもあれば手紙を出すから決してこちらから手紙などを出してくれるなことによると京大坂を 見物に行くかもしししれないと申して出ましたあんまり長いとは思いましたがつい訪ねませんでしたがそういうわけでございましたかご親切にありがとう存じます早速そういうことにいたしましょう」と。と話をしているところへ奥から出てまいりましたのがおじの喜右衛門という人でございます。これは英次郎さんとおっしゃいますか。 いいいろろどううもごご親切にありがとうございますただいま承っておりましたがあなたは京橋五郎兵衛町の失礼ながらお家主は何とおっしゃいます八右衛門と申しますこれからそれへお帰りになりますかは、ま、ずこれから戻りまして手前の方の相談を取り決めなければなりませんいずれ当方からお礼に上がりますから お待ちや、今ここで泣いても笑っても仕方がないからまあお礼を申してお返し申せ。さようでございますか。おおきにりありがとうございました。何もお構い申しませんで。どういたしましてただそのお話だけいたせばいいのでお心持ちも悪うございましょうがよく仏のことぼしてお励なさいまし。と栄次郎は何の気なしに。 立ち帰ったするとこのおじの消えもんというのが心え違いをして「おまちやあの野郎は不てやつだ。ほどける金が80両自分の金が340両もあったろう。これも言わねえことじゃねえ。彦兵衛おめえそんなに持っていっちゃあぶねえ。かわせにして出したらよかろう。何かまいませぬと言ったのが誤り。 あいつが殺して後に露見をしねえようにわざと親切ごかしに財布などを持ってきやがって自分の罪を逃れようという栄次郎というやつの了見に違えねえおじさんまあそんなことを言ってあのお方もご親切に何親切らしくしなければいけない金を取った挙げ句にあんなことを言ってきた俺は勘弁ができねえお待ちが いろいろなだめたけれども聞かないすぐにその筋へ訴えたからたまりませんその日のうちに駒物屋の英次郎をお召し取りになる大岡越前の神殿もこれまでいろいろお調べがありましたがこういう難しい調べは初めてでございますすぐにこれから越前の神殿御吟味その自分には吟味よりきで調べて それからおのの手へ渡るものでございますところが越前の神殿はいきなり双方をお呼び出しになって吟味をした。願い人は牛込神楽坂堺屋彦兵衛の叔父喜右衛門彦兵衛の妻お町家主五人組一同それへ出ております。一旦五郎内へ下されました栄一郎引っ張り出されて目ばかりパチパチしていて。 世の中に俺ぐらい間抜けなものはないと思っている家主八右衛門関入府神太郎地請け飛七をはじめ一度もそれへ出ている正面に七宝の城門陰神氏も端近くお立ち入れになりましたのが越前の神忠相筑波ばの土木陳目安方お湯室一度もそれへ並んでおります。 おしらすの模様は毎度申し上げますから退略をいたします越前が「願い人彦兵衛妻町喜右衛門へえその方の夫彦兵衛全く大金を持って出発をいたしたに相違ないか女のことでございますからお町に代わりまして喜右衛門から申し上げますその 金子と申しまするのは寸府両替町、大田屋と申す方へ商業上のことについて差し金をいたしまする金が八十両本人旅費として三十八両二分そのほかに少々の小銭がございましたしかるところが家でいたしたまま今日に至りますまで何の頼りもございませぬところが英二郎と申す者が 果実参りまして近々倖庫を申しましたが全く彦兵衛を殺して大金を奪いその罪を隠そうがために財布を証拠として手前どもへ参り夫人と心得まして何かおちに親切らしく申し罪を逃れようとするに相違ございません。明白のお取り調べを願いとご存じます」。郎。 えその方は全く彦兵衛を殺して右の金子を奪いなお興南を逃れようがために酒屋の宅へ財布を持って参ったかどういたしまして大違いでございます。なんぼなんでもこんな災難は世の中にございません。私は近所でお問い合わせになりましても分かりますが決して不正なことをいたした覚えはございません。 その次第は倖顧補と申し上げたが栄次郎の言うことはちゃんと筋が立っている越前の神殿それをお聞き取りになって五郎兵衛町家主八右衛門重家塔七その方ども両人小田原へ参って栄次郎の死骸と申すのを取り片付けたることを明らかに申せえー それごらんなさい大家さん大変なことができてしまった。と七申し上げますがそれは何でございます小田原下宿たまり屋佐平と申します宿屋から飛脚が参りまして栄次郎が死んだから死骸を引き取ってくれと申すので家主堂々であちらへ参ってみましたところが私はその時に。 どうも栄次郎ではない顔が少し違っていると申しましたするとここにおります家主の八右衛門がと言いかけるから八右衛門驚いて頭七の袖を引っ張った引っ張ったって大家さんいけねえよ他のところとは違うお奉行所だ物を隠しちゃ大変だこの八右衛門がどうかそこのところを どこのところだってどこのとこここころろだだっっててどののそれはいけねえこの八右衛門が申しますには死に顔と生き顔とは変わるこれは全く栄次郎に相違ないと申しました私はそれをしたところがなりがまあどうかそこのところまた始めあったよなりが小さいと言ったらなに死ねばいくらか縮むから小さくなる死んで縮む けしからん家主だなえそれであはお前さんがそう言うならそういたしましょうとそういたしましょうとはなんだまあそういうようなわけでどういうわけだああそれからあちらで火葬にいたして持ってまいりましたあれによりますお席も全く栄二郎の骨と心得て大切にいたし菩提所へこれを埋葬いたしましてございます 日は仁太郎とか申す者が入府に相なっておる。これはどうかえー、八重も門申し上げます。それはこの唐七が悪いので本人は一周忌までは亭主を持たないと申しますので私も感心な女だと思っておりますと唐七が申しますには「大家さんそこのところはどうかいけねえよ石原子だ。 当七が申しますには女一人でいつまでいられるものではない。俺がもう少し年が若ければなんて相談言っちゃいけねえ。何分一人でいるようなことなら重慶の藩を抜いてくれなどと申しまして私も仕方がございませんからそれは勧めたにそぼいございません。いとこ同士でございますからここにいる。 仁太郎新川の高棚へ奉公しておりますのをこちらへ下げまして入府にいたしましたいとこ同士は何とかの味が「黙れ!」「しからば全く小田原の下宿濱屋左平の方にあった死骸は」「ただいま考えてみますればその彦兵衛という人に相違ございません書きつけがありましたところから近々でございます」 これを聞いた越前の神殿、しばらくお考え遊ばして「追ってさたいたすから今日は一同下がれ栄二郎の儀は手当てをして使わせ」というのはこれは罪がないというお見込みがあるからお奉行のお声がかりその日にご落着になりませぬのは越前の神すぐにこれからお手つきのよりきへおせつけられて 小田原へ出張させ、たまり屋左兵衛の方を取り調べるとその時の書きつけが残っており栄二郎が彦兵衛にやった着物仏が着ていたのを焼く時に燃やしてしまうのももったいないというところからたまり屋の家内がもらって仕立て直しもせずまだそのままになって戸棚にしまってあったのがこういう時に良い証拠物でございます。 ちゃんとことが分かって七日ほどたっていよいよ落着ということになりました。全然のとおり一度お呼び出しになり「酒井や彦兵衛王子き門その方年がいもなく前後の勘弁もせずこの度公儀役人を煩わし跡形もなきことを訴え入れ全く彦兵衛 病死いたしたに相違なきに栄二郎を人殺し罪人なりと申したのはその方の心得違いである。きっと処分押しつけべきであるが老人のことゆえこの度は差し許す。彦兵衛御家町おじの先導によるとは申しながら一旦恩に相なったる栄二郎を訴えたる段不届き相当の処分いたすべきなれども。 夫人のことゆえこのこえは差し許す以後はきっと慎むよう致せ叱り置くぞという仰せお待ちは誠に栄次郎に対して気の毒でございます。栄次郎の儀はこれまで救命を致たしたる段誠に不憫の至り本日無罪方面申し告げることゆえさよう心得ろ。 家主八右衛門これを引き取るよういせぜ。それながら栄次郎申し上げます。この上一つお奉様,様へお願いがございます。何だ私はただいま方面になりまして出ましたところがうちもなければ女房もございません。お上のお慈悲をもちましてどうか女房なり家なり下し置かれまするよう、仁太郎へ。 ご説意を願いとも存じますまた自由家地請け藤七家主八右衛門にもよろしゅうご説意を願いますしかし私は決して恨みは致しませんできたことでございまするし私が死んだと思いましたから陣太郎を家へ入れましたのでまた世話いたしました八右衛門当七も悪い気でいたしたのではないことは 分かっております私も無理は申しませんどうかうちをくれるとも女房を戻してくれますともその辺はお奉行様のお裁きを願いともございますその義は越前かねて含みおいた彦兵衛御家町その方も彦兵衛病死の後はまだ年若き身一人で生涯いるわけにもなるまい。 これにいる栄次郎を婿に入れてはどうだところもあろうにお奉行所お待ちは真っ赤になった消え者その方の考えではどうだああどうもまことに恐れ入りましてございます年がいもなく栄次郎をぞなりと申してお上へお手数をかけました上また栄次郎から 別段の怒りも受けませぬのは今さら手前も面目次第もございません。よくこれに申しつけまして。お待ち、どうだ。栄次郎をお前が婿にすれば彦兵衛から見れば年も若い。男ぶりもよし、鼻も大きいし。馬鹿なことを言いなさい。よかろう。せっかくお奉行様の仰せだからお前が依存がなければいいので。 おちもなかなか感心な女でなるほど向こうも女房を亡くしこちらも亭主をなくしていると思ったから恐れ入りましてございますお奉行様,様のお指図に従いましてさようたしくれれば越前も満足致す栄次郎どうだち方へ入府いたすかはあ、ありがたい。 今までの女房よりは年も若いし女もよしなるほど天下の名奉行踊り出すな栄次郎しらすで踊り出したその日のうちに落着と言うことになりまして小間物屋彦兵衛御家町方へ栄次郎は入府いたすさてその後は親類同様また繊細のお席と兄弟の杯をいたしたというのは 英二郎なかなか感心な男また越前の神殿が栄次郎を入府いたさせたのは何から何まで届いたお方でございます四時にわたって長物語をいたして恐れ入りましたさて本門に戻りまして申し上げます越前の神殿がまだ伊勢の山田奉行大岡忠右衛門と仰せられました時に 縁をいたした八重梅を帰って大阪や中七の女房奥間より逆さ願書を出して亭主殺しの訴えを起こすという一条人の思いというものは残りますに相違ございませぬ初めのうちは清兵衛から取った金が元手になり内部繁盛をしていくらかの金もできたところが。 弱り目にたたり目で中七がぶらぶら病何分気の進まないところからいっそ三宮というので先申し上げました通り伊勢へ参り主の長太夫のところへ来て勧められて一晩古市の油屋へ参りましたご案内のお方もございますが油屋備前屋杉本屋などといって みな大きな家で今では油屋は宿屋になったようでございます。伊勢温度は随分古風なものでございまして江戸の達者などは伊勢温度を組合で見に行く一人で見てもいくらという金がいる大勢で見ても同じことでございます。その温度を踊っているうちに見立ってその遊女を買うなどという 昔は今より下がったそうでございます。